ロヒール・ファンデル・ウェイデン。ロヒール・ファンデル・ウェイデン。1399年。1400年から1464年6月18日。は、初期フランドル派の画家。現存しているファンデル・ウェイデンの作品の多くは、キリスト教的主題が描かれた、祭壇画と、肖像画である。伝わっている、その生涯は平穏で、特に大きな出来事などは起こっていないが、当時最も成功しており、 国際的な名声を得ていた画家だった。その作品は、イタリアやスペインへも持ち込まれ、ブルゴーニュ公フィリップ三世のようなネーデルラントの貴族階級や諸外国の王公貴族からの絵画制作依頼を受けていた。15世紀後半には、フランドルの宮廷画家、ヤンファンエークをしのぐまでに高い評価を得ている。しかしながら17世紀になって、バロック美術が台頭し、 絵画の潮流が変化していくとともに、ファンデル・ウェイデンの名声は低くなり、18世紀半ばには、ほとんど忘れ去られた画家となっていた。しかしその後200年の間に、徐々にではあるが、ファンデル・ウェイデンの再評価が進み、現在では、ロベルト・カンピン、ヤン・ファン・エークとともに、初期フランドル派を代表する三大巨匠で、あ、15世紀の北方絵画において、最も影響力があった画家とみなされている。 1695年と1940年に当時の記録文書が失われ、ファンデル・ウェイデンの生涯についてはわずかなことしかわかっておらず不明な点が多い。現在のベルギーにあたる、ウルゴーニュ・デオ・ネーデルラントのトゥルネーデ1399年か1400年に生まれた。出生名はロジェド・ラ・パストゥールで、父はヘンリ・デレ・パストゥール、母はアニエス・デ・ワットル・ローである。 ファンデル・ウェイデンは1426年頃にエリザベト・ホーファールと結婚しており、1436年にはブルッセルの公式画家となった。この時に自身の名前をフランス風からオランダ風のファンデル・ウェイデンに改めたと考えられている。これら以外のファンデル・ウェイデンの生涯は二次的資料から推測するほかなく議論の的となっているものもある。しかしながら、 現在ファンデル・ウェイデンの作品とされている絵画が新作かどうかの議論になることはまずない。逆に1 9世紀では現在ファンデル・ウェイデンの新作とされている作品が他の画家の作品であると考えられていたことも多かった。ファンデル・ウェイデンは自画像を描いておらず、重要な作品の多くが17世紀後半に失われてしまっている。 ファンデル・ウェイデンのものと見られる最初期の記録は1427年からで、1427年から1432年にかけてロベルト・カンピンの下で修行をしていたというものである。そして間もなく死のカンピンの技量を上回り、最終的にはカンピンの作品に影響を及ぼすまでに優れた術を身につけたと言われるが、ファンデル・ウェイデンがカンピンの弟子だったという説にも異論がないわけではない。 途定期間を終えたファンデル・ウェイデンは、トゥルネーの芸術家ギルドのセール家組合に、マイスターとして登録されている。1435年に移住したブリュッセルでも、その卓越した技術と感情を豊かな筆使い、色彩感覚はすぐさま高い評価を受けるようになった。1435年には代表作の一つ、十字加工家を描き上げ、北ヨーロッパで最も人気があり、 影響力の高い画家であるという評価を不動のものした。ファンデル・ウェイデンは人物像を描くときに実在の人物をモデルにした。その観察力は非常に高かったが、表情などモデルの特定の要素を優雅に理想化して描くことも多く、特に三連祭壇画に描かれた人物像にその傾向が強い。常に法令で温かみのある色使いで感情豊かな。 人物像を描いているが、作品に感じられる哀愁感と写実主義でも高く評価されている。ファンデル・ウェイデンの肖像画の多くは上半身のみで斜め前を向いた作品で宗教的な祭壇画と同じように好んでよく描いている。ファンデル・ウェイデンは異例なまでに多くの色と様々な色調を用いて絵画を描いた。 最も優れた作品では一箇所として、同じ色調は見られず、白色でさえも様々な階調で塗り分けられている。ファンデル・ウェイデンの父ヘンリーは、トゥルネーの刃物職人だった。ファンデル・ウェイデンは1426年に、ブリュッセルの靴職人、ヤン・ホッファールットと、妻カテリナ・ファン・ストッケムの娘、リザベトと結婚した。二人の間には後に、カルトジオ会修道像になった息子のコルネリウス。 1427年や娘のマルガレータ1432年ら二人の子供が生まれた。1435年10月21日までにファンデルウェイデン一家はブルッセルに移住しており、この地でさらにピーテル1437年とヤン1438年の二人の息子が生まれている。1436年にはブルッセル公式画家、 スターツ・チャイルダーの称号を得ている。当時のブルッセルは、ブルゴーニュクゲの壮麗な宮殿が置かれていた重要な都市であり、ファンデル・ウェイデンが手にした地位は非常に名誉なものだった。ブルッセルはオランダ語圏だったため、ファンデル・ウェイデンはそれまでのロジェド・ラパステュール、牧場・ロジェというフランス語の名前をオランダ語に訳した、ロヒール・ファンデル・ウェイデン、牧場のロヒールに改めたと言われている。 ファンデル・ウェイデンの修行時代に関する記録はほとんど存在しない。トゥルネーの古文書記録は第二次世界大戦で全て失われており、19世紀と20世紀初期に転記された記録がわずかに残のみである。ファンデル・ウェイデンの前半生の情報は錯綜しているため、美術視野によって様々に解釈が異なっている。1427年3月17日にトゥルネーの 市議会がマイスターのロジェド・パストゥールを祝ってワインを送ったという記録が残っている。しかしながら、翌1428年の3月5日のセールカ組合の記録には、ロジェド・ラ・パストゥールがジャック・ダレー1404年頃から1470年頃と共にロベルト・カンピンの工房に弟子入りしているという記載があるが、すでにこの時点で、 ドラパストゥールは独り立ちした画家として認められていたはずである。そして、完品に弟子入りしてからわずか5年後の1432年8月1日に、ドラパストゥールは画家のマイスターの称号を得た。すでに独り立ちしていたドラパストゥールが再び徒弟として修行を積んだ理由として、1420年代のトゥルネーは非常に混乱していた時期で、当地の芸術家ギルドも、 十分に機能していなかったためではないかと考えられる。同時期に、完品に、弟子入りしたジャック・ダレーは20代の間修行を続け、少なくとも10年以上完品のもとで過ごしている。ファンデル・ウェイデンが、画家として、マイスターになる前に、別の学術的組織から、マイスターの称号を授与されており、トゥルネーの市議会からワインを贈られたというのは、 後者のマイスター獲得の祝いだったという可能性もある。ファンデル・ウェイデンの作品に見られる洗練された学術的造形の深い図像学的特徴と構成等を兼ね備えた高品質の作風がこの仮説を裏付ける根拠とされることがある。ファンデル・ウェイデンのご反省における社会的文化的地位は当時の単なる専門職人の地位をはるかに上回るものだった。誰が カンピンの弟子だったことは記録の上から明らかであり、カンピンの作品ではないかと考えられている絵画と、ファンデル・ウェイデンの作風がよく似ていることから、ダレーと同時に、カンピンに弟子入りした、ロジェド・ラパステュールがロヒール・ファンデル・ウェイデンだったという、説の裏付けの一つにもなっている。トゥルネーに残るロジェド・ラパステュールの最後の記録は1435年10月21日の、もので、 現在、ブリュッセルに在住、ディメラント・ブルールズという記述である。そして、同時期に、ロヒールでウェイデンに関する最初の記録として、ブリュッセルの公式画家となったというものがある。この二つの記録こそが、カンピンの下で修行していたロジェ・ドラパス・テュールがロヒール、ファンデル・ウェイデンと同一人物で、同じ画家を指しているという考えの最大の根拠となっている。ブリュッセルの公式画家という地位は、 ファンデル・ウェイデンのために特に新設されたもので、ファンデル・ウェイデンの死去と共に廃止されている。これは、おそらくファンデル・ウェイデンが依頼を受け、ブリュッセル市庁舎の黄金の儀上に描いた大規模な四点の裁きの情景の絵画と何らかの関連性がある。ファンデル・ウェイデンが所有する様々な資産や不動産に関する記録、証拠が残っており、当時経済的に成功していたことを物語っている。 ファンデル・ウェイデンが歴代ブルゴーニュ公やその一族の肖像画を描いていることも当時のネーデルラント上流階級と親密な関係を築いていたことを証明している。ミラフロレスの祭壇画はカスティーリャオ・ファン二世の依頼によって描かれたと考えられており完成後の1455年にファン二世がミラフロレス修道院に寄進したものである。ファンデル・ウェイデンは 青年の1450年にローマへ巡礼の旅に立ち、当地でイタリア人の芸術家、パトロンたちの地をへ、エステやメディチケといった大貴族がファンデルウェイデンら絵画を購入している。ミラの女工、ビアンカマリーア・ビスコンティは自身の宮廷画家だったザネット・ブガッティをブリュッセルのファンデルウェイデンの工房で修行させるなど、当時のファンデルウェイデンの国際的な評価は、 非常に高くなっていった。ニコラウスクザーヌス、アントニオ・フィラレーテのような、1450年代から1460年代の、著名な学者たちが、ファンデル・ウェイデンを、最高、最も素晴らしい画家であると評している。ファンデル・ウェイデンは1464年7月18日に、死去し、聖ミシェル・エキュデル大聖堂、の聖カテリナ・礼拝堂に埋葬された。 15世紀の記録による証拠のみで、間違いなく、ファンデル・エイデンの新作であるとみなされている作品は一点も、ない。現代の美術史やローン・キャンベルが3点の絵画について、ファンデル・エイデンの新作であると判定しているが、これらの作品に対しても、幾度も疑義が呈されている。この3点の絵画のうち資料が、最もよく残っているのは、マドリードのプラド美術館が所蔵する、十化工科で、 キャンベルはこの作品の来歴が16世紀以降になってから詳細に再記録されたのではないかと指摘している。2点目の現在ベルリンの絵画館が所蔵する聖母の三連祭壇画とも呼ばれるミラフロレスの祭壇画は1445年にカスティーリアオフアン2世がブルゴス近郊のカルトジを買いミラフローレス修道院に寄進した作品で優れた著名な画家。 フランドルのロジェ・フランドレスコ・ローゲルが描いた絵画であるという記録が残っている。最後のマドリード郊外のエルエス・コリアル修道院が現在所蔵するキリスト卓系はもともとファンデル・ウェイデン自らがブルッセル郊外のカルトゥジオ海修道院に寄進した作品である。ベルギーの美術史家ディルク・デフォスも ローンが執筆したファンデル・ウェイデンのカタログレゾネに記載されているこれら3点の作品についてファンデル・ウェイデンの新作で間違いないだろうとしている。1860年以来ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵する読書するマグダラのマリアはもともとより大きな祭壇画として描かれた作品の断片である。キャンベルはこの絵画を15世紀美術の中で最も 素晴らしい傑作の一つで、ファンデル・ウェイデンの初期作品における最重要な作品であると激賞している。1970年代以来この作品は、リスボンのカルースト・グルベンキアン美術館が所蔵する、肖像の頭部が描かれた小さな二点の小作品と何らかの関連があるとされてきた。現在では、読書するマグダラのマリアと、 カルースト・グルベンキアン美術館の2点の小作品は、もともと1枚の大きな祭壇画から祭壇され、それぞれ散逸したものであると考えられている。この祭壇画は、聖母子と聖者たちを描いた作品で、ストックホルムのスウェーデン国立美術館に、祭壇画の一部が模写したドローイングが残っている。1811年以前のいずれかの年に、1枚の祭壇画がこれら3枚に祭壇されたと、 考えられている。ファンデル・ウェイデンの絵画で最も有名な作品が17世紀まで現存していたトライアヌステの裁きとエルケンバルドの裁きを描いた大きな4点の板絵である。ブリュッセルからの公式依頼でブリュッセル視聴者の黄金の儀上のために描かれた。1点目と3点目の絵画には署名ともに1439年という最初の制作年度が記されており、 4点すべてが完成したのは1450年のことだった。4点とも1695年のフランス軍によるブリュッセル侵攻の際に失われてしまっているが、多くの記録や部分的に模写されたタペストリー、ベルン歴博物館所蔵、ドローイング、絵画などが現存している。おそらく一辺4.5メートルほどの正方形の絵画で、これは当時の遺体としては類を見ない。 大きさである。黄金の儀状に集う、真実以外を口にすることが許されない議員たちに、正義の見本を示す、作品群となっていた。これら4点の絵画は失われるまでに、アルブレヒト・デューラー、ジョルジョ・バザーリ、ヤン・ファンデル・メーレン、フィリッポ・バルディヌッチ、ラをはじめ、多くの人々がこぞって賞賛し、文章に残した作品である。 ファンデル・ウェイデンの生き生きとした繊細で表現豊かな作品と明快な宗教的構成はフランスやドイツだけでなくイタリアやスペインに至るまでヨーロッパ中に大きな影響を与えたファンデル・ウェイデンの作風を色濃く継承した画家たちの中で最重要の画家がハンス・メムリンクだがメムリンクがファンデル・ウェイデンので知ったという確かな証拠は存在しないドイツの画家 版画家、マルティン・ショーンガウアーもファンデル・ウェイデンから大きな影響を受けた芸術家で、その版画作品は15世紀後半のヨーロッパに広く、流布した。間接的にではあるが、ショーンガウアーの版画作品は、ファンデル・ウェイデンの作風をヨーロッパ中に広めることに貢献したと言える。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。